さだやさ、ショーコレでございます。今日はちょっと紹介したいものがあります。前々から僕のチャンネルでは言ってるんですけど、この iMac の生活をですね、 MacBook Pro 15インチに、したいなというところで、それに先駆けてご提供いただいた品物がありますので、ちょっと今日はそれを紹介したいんですけど、ちょっと画角を下にしましょうね。まあ、通常のデスクトップのパソコンというのはですね、キーボードがここにあって画面がここですよね。この視線なわけですよね。それを例えばノートパソコンだと、まあ、キーボードの位置は変わらないですけど、視線が下になるわけですよ。デスクトップだったらここ、ここっていうね。慣れてしまえばねいいんですけど、できればこれぐらいに上がってくれたら言うことがないということで、というわけで今回紹介させていただくお品物があります。それがこちらのノートパソコン用のテーブルでございますよ。テーブルっていうかスタンドというかね、これなんですけど、いくつもこういう商品出てると思うんですけど、 MacBook Pro と色味が非常に似ているお品物なので、僕にはぴったりだと思って、非常にスマートな折りたたみができるものですね。これが本体です。で、アルミノートパソコンスタンド取扱説明書というものが入っています。しっかりと日本語です。ちょっと早速組み立てましょう。ちょっと取扱説明書通りに組み立てたいと思います。まず水平で平らな場所へ置きます。ロゴのある面を上にします。ロゴがありますね。だこの向きですね。でノートパソコン受け外側のブレードを上に引き上げます。これのことかな。足ストッパーを上に引き、好みの角度になるように差し込んで受けを支えますということなので、ここを引き上げて、好きな溝に入れていいよということですね。いくつか溝がありますけど、僕はちょっとこのデスクトップのパソコンと同じような表情にしたいので、一番高い位置にします。おお、できました。いやもうこれ本当デスクトップのままの僕の視野ですよ。キーボードの位置がね、その分高くなってますけど、パッドのこの余分なところに手首のここを置けるので苦労はないですね。ちょっともうちょっと角度変えたいと思います。逆に一番低くしました。あーでもこれぐらいがちょうどいいかもしれないですね。ただ非常に使いやすいですよ。なんですかね、画面が上がるから変に大きく見えます。いい意味でなんか新鮮な気持ちになりますね。使い方は様々だと思います。僕みたいに将来的には MacBook Pro 15インチで外でも職場でも家でも使うっていう時には、このスタンドごと持ち運びをしてしまえば問題はありません。傾きの角度に関しては20度から40度まで6段階で調節が可能です。このアルミスタンド本体だけの重量が 504g です。で、ここにかけれる耐荷重っていうのは、5キロ以下だそうです。で、対応サイズは13インチから17インチまで対応可能ということなので、将来的に僕も使っていけます。この本体の大きさに対して13インチの MacBook Pro でこうなりますし、ここに12インチのノートパソコンがありますが、もちろん載せることは可能です。全然使えます。もちろん普段ですね、ノートパソコン1個でもともと頑張ってるよっていう人からしても見てもらったら分かりますけど、僕はデスクトップですら、光学ドライブ、外付け HDD、USB のハブで、カードスロットみたいな形でいろいろとごちゃごちゃします。ノートパソコンに関しても結局使うものっていうのは一緒なので、通常通りここにベタ付けでパソコンを開くと、例えば外付け HDD なんかをこの辺に置いたりこの辺に置いたりっていう形でちょっと邪魔になっちゃうものも、こうやってね下に隠せますから、これは意外といろんなところが幅広く使えますよ。同じ場所にねパソコンを置いたとしても視野は上がりますし、なんか新鮮な気持ちで画面もでかく感じます。でさらに収納スペースじゃないけど下にね潜り込ませれば意外とこの辺が空きますので、非常に使いやすいと思います。ここのパッドの隙間のところに手首を置きますから、キーボード自体は打ちやすいですし、僕は普段こういうインナーケースに
入れてパソコンを持ち運んでいますけれども、まあこんだけ薄いからね、うん、これで持ち運びが可能です。パソコンの仕様にもよると思いますけど、僕のパソコンはここに冷却ファンが出てくるところがあるので、よくこの辺が熱くなるんですよ。なのでこうやって浮かせておくことによってね、少しでもパソコンの能力が低下しないように、そういう工夫もできると思います。何度も言いますけど、画面が上に上がるだけでなんかちょっとでかく広く感じます、液晶ディスプレイが。キーボードも慣れてしまえばっていう話と、そこまで変化に苦労するっていうことはないと思うので、僕は使いやすいと思います。なのでノートパソコンで仕事をされている方、ノートパソコンを多用する方、一個あって損はないと思います。まあ、こんだけ薄いんでね、家で仕事して職場に持っていくよっていう時もカバンの中で荷物になることはありません。まあ、504g を重い重くないって感じる方様々だと思いますけど、僕は全然重たいとは感じないので、パソコンと一緒に持ち運びたいと思います。というわけで、今日はこのアルミスタンドをご紹介させていただきました。気になる方は動画概要欄にリンクがありますので、そちらをご覧ください。では、しょうこれでございました。また明日、バイバイ。